皆さん、こんにちは。恐怖症は、何か恐ろしいことを経験した時の記憶が起因していると考えられていますが、奇妙な恐怖症に関しては、何が原因で起こったものなのかわかりません。そこで今回は、実在する奇妙な恐怖症をご紹介していきます。1.携帯電話なしの恐怖症。これは携帯電話を持っていないと不安になるという恐怖症です。アメリカの研究によると、5人に1人が携帯なしの生活を1週間続けるよりも靴がない生活を1週間続ける方を選び、また 34% の人が仲がいい人と一緒にいる時でさえ携帯を見てしまうという結果が出ました。またイギリスの調査によると、携帯電話ユーザーの 53% が携帯電話が使えない時に不安になると判明しました。もし世界中の電波がなくなったら大変なことになってしまうでしょう。2.座ること恐怖症。医者が長期間座ることは健康に悪いと述べたせいで、このような恐怖症を持つ人々が現れました。もちろん座ること恐怖症の人が常に立っているわけではありません。しかし座るときに必ずどこか心の底で不安を感じてしまうのです。また、座ること恐怖症は、過去のトラウマによって、発症することもあります。例えば、椅子に座ることを強制させられたり、椅子に座って、虐待を受けるなどの、記憶が、この恐怖症に、起因していることもあります。3、料理恐怖症。料理するのが、めんどくさくて、出前を頼む人がいますが、料理することが怖くて、即席料理や出前を頼む料理恐怖症を持った人々がいるのです。これは、一人暮らしをしている人にとって、とても危険な恐怖症で、栄養バランスの悪いものばかりを食べることになりかねません。この恐怖症は、過去に自分が、料理で失敗したり、料理で食中毒を起こしたなどの記憶が影響しています。4. チーズ恐怖症。チーズ恐怖症は、ある特定のチーズ、もしくはチーズ全般が怖いという症状です。特にチーズ恐怖症患者は、チーズのあの独特の匂いが嫌いで、時には吐き気を催します。あるイギリスのチーズ恐怖症患者は、スーパーのチーズが置いてある棚を通るだけでパニックになったり、涙を流してしまいます。これは、初めてチーズを食べた時に気分が悪くなってしまった記憶が起因しています。5. 食事の席での会話恐怖症。おしゃれなディナーパーティーなどで会話を進めるのは誰もが緊張するものですが、中にはそれに恐怖する人もいます。この恐怖症を持つ人は、食事の席で過剰に緊張してしまい、空気を読まない発言や後で後悔したくなるような発言をしてしまいます。こうした症状があるため、患者の多くは外食すら避けるようになります。6. 小さな穴恐怖症。小さな穴恐怖症を持つ人は、文字通り小さな穴を見ることが耐えられません。スポンジや蜂の巣などを見ただけで恐怖してしまうのです。この恐怖症の原因はいくつかあり、脳が過剰に活動している兆候であるという意見や、小さな穴を持つ植物や動物は
毒を持っていたという古代の名残とも言われています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。